ユーリ、やっと会えたな、リョウ。どうした、僕が相手じゃ不満か。バカな、お前の実力はよくわかっている。お前ならここまで勝ち進んできていても何の不思議もない。むしろ当然と言うべきだ。そうか、そう言ってくれるのはありがたい。僕もお前とはもう一度一対一で戦いたいと思っていた。ああ、俺もだ。世界グランプリでは最後の最後で涙を飲んだが、今回はそうはいかない。グランプリが終わって悔しさをバネに僕たちは猛練習を積んだ。ちょうどいい機会だ。第2回グランプリの前にオメガの真の実力、この大会で証明してみせる。ああ、ここなら俺もお前も仲間のことを気にせず全力でやれるだろう。いい勝負が期待できそうだ。あ、グランプリ直前のこの大事な時に僕を送り出してくれたチームのみんなのためにも、この大会必ず僕がものにしてみせる。この勝負勝たせてもらうぞ、リョウ。お前なら相手にとって不足はない。来いユリ、勝負だ。ここまで来て、いい勝負だった。さすがだなユーリ、どちらが勝ってもおかしくないレースだった。リョウ、この調子だと次の世界グランプリもまた苦しい戦いになりそうだな。ああ、チームのメンバーも前回とは比べ物にならないぐらい力をつけてきている。次のグランプリで今回の分とまとめて借りを返してやる。望むところだ。負けるなよ、リョウ。次にお前を倒すのはこの僕だ。ああ、
よいよ最後か。奇妙な大会だったが、特に罠もなかったな。次郎丸、待ってろよ。必ず優勝を決めてきてやるからな。決勝進出おめでとう、高場亮君。さて、それでは最後のステージへご案内しよう。いよいよ黒幕のお出ましか。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。ようこそファイナルステージ。挨拶などどうでもいい。さっさと姿を現せ。ようこそ高場亮。貴様がボルゾイか。さよう、我が名はボルゾイ。今回は諸君らの参加とても感謝しているぞ。何を企んでいる。まあそんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだよ。君たちのおかげで酸化マシン全てのデータを取ることができたのだからね。データだと？いかにも。今大会で得た君たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。最強のマシンを創造する我が研究のな。特にここまで残った高場亮、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだ。礼を言うぞ。貴様の話などどうでもいい。レースの相手はどうした。レースの相手、そうだったな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとするか。今大会で最強を誇った君のマシン、ネオトライダーガーを破壊してな。何？最強のマシンはこの世に一台でいい。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。そういうことか。しかしおめでたいやつだ。貴様ごときが本気で俺のマシンを壊せるとでも思っているのか。その元気がどこまで持つか。それでは最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のステージをな。せいぜい今のうちに笑っておけ。楽しませてよ。さあ楽しませてよ。行け、ネオトライダーガー。
イケーゼオダイダだ。いいぞトライダガー。ほう、これは意外だったな。そんなマシンでトライダガーに勝てるとでも思っていたのか。笑わせる。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしか過ぎ。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばよかろうな。優勝おめでとう、高場亮。茶番は終わりだ。さっさと俺たちを解放しよう。そうか。仕方がない、今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが、ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。なんだと？参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。待て！まったく、最後までふざけた真似をしてくれる。おう、みんな！なんかヤバい雰囲気でゲス。わたらもさっさと脱出した方がいいでゲス。会長もろとも僕らのマシンを破壊するつもりか。他のみんなも脱出し始めたみたいだ。僕らも急ごう。おい、何やってんだ。早くこっちに来い。りょうくん、早くするでゲス。ああ。
今帰ったぞ。さあ飯にするか。